災害対応にあたっては、全員が同じ空間の中で、その一つの災害に当たるんだよっていうことの認識と、あとこういうふうな情報の流れ、情報を共有する必要があるんだよということを、この皆さんに分かっていただきたいということで、この2点をちょっと強調して、今回の訓練は進めさせたつもりでいます。情報でいたしました。自衛隊を必要とする場所と活動内容があれば連絡願いたいとのことです。連絡願いたいか。これまでも災害時のですね、避難所開設訓練、これは複合災害に備えてということでやってきました。しかしながら今コロナ禍でありますので、なかなか住民を巻き込んだ訓練ができないという中でですね、今日は大地震を想定した情報伝達訓練ということで、災害時にはたくさん住民からいろいろな情報が役所の方に入ってくると思います。それをいかに素早く正確に処理をしていくかということが大事なことであって、今回はその一番大事なその処理能力が問われる訓練でありまして、大変課題も多いなというふうに思っています。行政としていかに住民の皆さんが困った様子ができないか、そういうことをすぐ解決できるかということを重要視しながら、いつも施策を整えてやっているところであります。